ベトベトサッカー対決。ルールは簡単。相手チームのエリアにベトベトモンスターをたくさんくっつけた方が勝ち。相手エリアのベトベトモンスターを取って投げ返しても OK。 パパ一人 VS アンナとコノハ。さーて、勝つのはどっちかな。ベトベトサッカー第1回戦スタート。あんなこの頑張れ。パパチーム優勢。優勢。頭にくっついた。おお、いいぞいいぞ。おお、いいぞいいぞ、逆転してきた。あんな頑張れ、あんな頑張れ。お、終了。はい、両者とも離れてください。あんなチーム5点、パパチーム1ポイント。というわけで、あんなこの8チームの勝利。それではベトベトサッカー第2回戦、よーいスタート。あれあれあれ、どうした、あんな、この頑張れ、この頑張れ、この頑張れ。あんな頭にモンスターが絡まって何もできない。この頑張れ、ねえねえ、終了。あれ、2対1で、アンナこの8チームの勝利。はい、ベトベトサッカー3回戦、よーい、スタート。この葉疲れちゃった。頑張れ。あ、アンナ頑張れ。この葉疲れちゃった。あ、終了。あれ、一個もない。アンナチーム4ポイント、パパチーム0ポイント、勝者アンナこの葉チーム。この葉疲れちゃった。はい、3対0で、アンナこの8チームの勝利。イエーイ。ちょっと楽しかった。ちょっと楽しかった。2人は仲良しさんにもらいました。はい、ありがとうございます。楽しかったです。ありがとうございます。2人は仲良しさんの動画も見てね。バイバーイ。バイバーイ。最後まで見てくれてありがとう。一応家族のチャンネル登録はこちらです。バイバイ、また見てね。